こんばんは、今夜です、特殊事情をしっかりご理解の上ご判断ください。ソフトバンクグループの社債の発行についてお話しします。ちょっとね、最後の一本になっちゃった感じがしますね。劣後債なんですけれど、今回発行されるのね。借り換えが行われるのは7年後ですからね、希少ですよ。でね、今回発行される劣後債とは別に、クルナベ劣後なるものがあるよってこともね、ぜひね、これ心の中に留め置きながらご判断していただければと思い、この動画を作ってございます。はい、これ台場の販売資料でございます。第5回無担保社債と劣後特約付きってやつで、これね、利率はね、1月の20日に決まるんですが、いい条件ですよね。2.15 から 2.75。去年の9月にも同じ条件の劣後債が出たんですが、その時ね、2.4% でしたよ。今回はきっと9月を超えてくるかなっていうことで、人気がね、出るぞっていう話なんですよ。で、台湾はもう、1月7日からね、募集というか予約を受け付けていて、1月の14日、来週の金曜あたりまでにはもう締め切るというかね、予約を調整するような形で割り振り決めちゃおうかなって話をしてました。これに対して SBA の方はね、21日先着順だよってねことですね。どっちがいいのかよく分かりませんけれども、SBI って、公平は公平なんだなって思いましたよ。でと、これぜひちょっとね、一緒に見てほしいのが、去年の9月に出た、また劣後債なんですけれども、このね、仮条件がね、今回のといいわけですね。でね、真ん中の 2% くらいかなって言ってたんですが、2.4 に決まったってことは、今回ね、真ん中が 2.45 なんだけども、それより上に行くでしょうよね。きっと 2.6 ぐらいになるんじゃないかなとちょっと期待してるんですけどね。そしてこれと比べてほしいんです。もっとね、金利のいいのがあるわけですよ。去年の5月、利払い、クルノベ条項、期限前償却条件付き無担保社債になる長い名前のやつね。これ恐ろしいんですよ。半分資本、半分社債という資本認定 50% なる社債でございます。募集要項の期間が35年ってなってますが、これ5年で償還する予定のものです。で、もろもろいっぱい書いてございますね。で、金利はものすごくいいでしょう。おりゃ、上限 3.05 ですよ。前回これね、2.75 で決まりました。で、はい、ここもね、いろいろ書いてあるでしょう。読んでもこれ分かりません。当時、台湾の担当者と、うんぬんかんの話をしながらですね、やっと理解できました。でね、まとめます。これ、結果だけ言います。はい、5年目までは 2.75。で、5年以降、20年目まで約 3%。20年目から25年目は 3.05。で、25年目以降満期までが 3.75% になるような作りになってます。で、はい、この金利ものすごくいいんだけど、5年目以降の話っていうのはね、これは実質ないという想定ですよ。5年を超えた償還されないイレギュラーな状態になっちゃったりなんかすると、ソフトバンクグループにものすごい経営上の困難が立ち下がった場合において、ああいうさっきのその金利が上がっていく話になるわけですね。で、これ本債権には劣後特約が付されています。本債権は発行者の一般債務に加え、上位の劣後債よりも弁済順位が劣後しますって書いてあるでしょう。だから、このクリノベ劣後債ってやつは、普通の劣後債よりも劣るのよ。だから、今回、募集の劣後債よりも下がいるっていうことがね、これなんかこう、心の支えになるような気がしませんかね。金額も結構ありますからね、後で確認しましょうね。そして、本債権の利払いは発行者の任意より繰り延べられる可能性がありますって書いてございます。これ恐ろしいんですよ。普通株式の配当を行う場合は一生懸命利息も払うけど、配当が払えないような状態になった場合は、この社債利息も払わなくてもいいよっていうような書き方がなされており、結論として、
利息と元本を35年間未払いでもいいですよというような条件がついた劣後債です。だからあんなに金利が高いわけですね。で、はい、それに対してですね、今回は普通の劣後債だからしっかり期間が来れば償還の義務も負うし利払いの義務も負いますから安心は安心です。で、前回の9月のやつが 2.4% だったでしょう。今回どうかな？ほら、ずっと仮条件いいじゃないですか。2.6 ぐらい期待できるかなとちょっと思ってるんですけどね。ただこのね、上限の 2.75 ってね、なんでこれよっていうことをね、ちょっと考えてみてくださいよ。はい、繰延劣後債が 2.75 だったんですよ。だからここを超えないような配慮があったんだなってことがね、伺い知れますよね。はい。で、この劣後債に絡む話については、もうこの動画ね、21年6月あたりにいっぱい実は作ってまして、自画自賛、こんなに作り込んだのない関連動画もいっぱいある。で、きっとね、社債博士になれるかなと思いますので、ご興味のある方はね、ご覧ください。なぜ劣後債を出さなきゃいけないのかってね、普通社債とか株式で調達できないような理由もあるし、ソフトバンクグループでは必死の手段なんだなってね、いうこともね、言えるかなってね。でね、劣後債の半分が資本の復讐って、資本の三要件っていうのがあるんですよ。で、これをね、満たすような形にしつつ、半分社債だよというようなせめぎ合いの中、生み出されたのが例の延べ払い劣後債なんだよってね、話もしてございます。で、本質は配当優先株なんじゃないかとかね、うだうだちょっとね、やったんです。仕組み債の話もね、ちょっと絡みつつね、やったんです。ただ今回の劣後債は直接は関係ないわけですよ。でも劣後債のその下に繰延劣後なるものがいるからねってことはね、ぜひご理解くださいね。はい、今の話をサクッとまとめると、ソフトバンクグループの社債は特殊なんだよってことをね、申し上げたいの。普通の会社ってさ、普通の社債とね、株式を発行することによる資本で構成されるじゃない。で、まあ、普通の劣後債を発行してる会社もあるよね。この普通の社債と普通の劣後債をまとめて普通の社債ということにしましょうね。で、株式はこれは普通の資本だよっていうことにしましょうか。ソフトバンクの場合はね、ここにね、繰延劣後債になるものがいるわけですよ。これ、ハイブリッド債ってやつね。半分資本、半分社債の合いの子。だから、ハイブリッド債なんですよ。あとでね、社債の明細を見るときに、ハイブリッド債って書いてありますからね。じゃあ、あと、人気はどっちがあるのかって話をね、これから考えていきましょうか。普通の劣後債、今回出るやつと、去年の9月に出たやつね、あるでしょう。金利はね、この繰延劣後債には劣るんだけども、恐ろしい条項がない分ね、安くてもいいよねってね。で、去年の5月、21年5月に出たのが、この繰延劣後債なんですけれども、あのね、この9月のやつの方が人気がうんと高かったんですよ。これ、コメントをいただいたんで、それも紹介しますし、大和の担当者とか野村の担当者と話をした時も、9月の方がね、やっぱり人気があったなって感じでしたね。で、どっちの人気ってとこなんだけど、はい、ちょっとね、この、コメントを引用させていただきます。このプラチナステージのしっかりこのお預かり残高もある方がね、第5回コアラブル祭ね、これ繰延劣後債の方ですよ、これ満額取れてよかったねってことだったんですけれども、ことね、これ繰延劣後債が悪いってわけでは実はなくてね、一番ね、現実的にはお得なのかもなと思いますよ。5年でソフトバンクグループが倒産まで行くかなっていうとさ、ちょっとね、そこまでは考えられないもんね。で、無事に何事もなければ一番お得なんだってことは間違いないわけですね。ただね、これ今回希望した枠は全てキャンセル待ちになっちゃったってことで、こちらがね、この第3回劣後債、普通の劣後債の方ですよ。
残念ながらね、この普通の劣後債の方はね、買えなかったってことですね。で、売却する場合においてはね、金利がうんと高い分、普通社債、例えば 1.6 ぐらいだったんですけど、私持ってるやつね。うーんとね、この、プレミアがね、有利になるんじゃないかなってことはね、こう言えますよ。劣後債、本当に金利高いですからね。だから私は普通社債、普通の社債よりも、普通の劣後債の方が好きです。なんかうまく言いませんね。私は3回目ちょっと買うことできたんですけどね。これ、パイプが太いなんておっしゃっていらっしゃいますが、いやね、私の場合、もう巨額の大損失を被ってるんで、台場の方はね、後ろめたい部分もあるからね。だから弱みを握ってるような感じもあるんでね、変えたっちゅう感じかな。ほんと良いことばかりじゃないどころかね、何千万台でしょ。で、損してますからね。まあそんなこんなですよ。はい。でね、ちょっとね、人気の理由をまとめて言いますと、もう、その日本トップクラス、段違いの高金利の普通の劣後債を買えるチャンスなわけなんです。あとでちょっと数えますけども、ソフトバンクが出している社債ね、だいたい41本くらいあるんですが、その中の2本しかないんですよ。で、その2本の中の1本が、今回ですから、ラストワンね、ラストワン。で、7年後に借り換えだから、まあ、しばらくは出ないっていうことで希少性があるわけですよね。はい。ちょっと見ていきましょう。社債情報でソフトバンクグループのホームページから抜いてきました。で、単位がない場合100万円ですよってね。これ見方なんですが、まずね、普通社債がずらーっと並んでます。その次に普通の劣後債がずらーっと並んでて、一番最後に繰延劣後債が並んでます。さっきさ、図を書きましたね。あの通りの並びでございます。ちなみに私ね、これ持ってるんですよ。2022年、12月、今年の12月にね、満期が来るやつ。こう2015年に買ったやつで、当時は金利高かったですね。2.13 と。もう最近のはもうここまで高くないですよ。普通社債ね。私が直近まで持って、直近というか、この前の9月の時に売却して、例の普通の劣後債買ったんだけど、その時に売ったやつがね、1.6 ぐらいの金利でした。だからね、もうどんどん下がってきる、この中でのこの今回の 2% 後半が期待できる金利っていうのは非常に魅力的ですよね。で、でね、普通社債の後ですね、普通の劣後債がずらっと並んでございます。ちなみにこれね、ほら、見て、9月末の発行残高をベースに書かれてます。第 2級の決算の時のものなんですね。だから、12月17日に、償還予定の、第1回劣後特約無担保社債がここに載ってるんですよ。で、去年の9月に、こいつの償還のために、借り換えで、上限 2.5% かなって言ったところが 2.4% になったよっていうのの社債が出た。なんかすごい言い方してる。だから、こいつの借り換えが前回9月のやつだったってことですね。で、2.5 がちょっと下がってるじゃん。だからね、ソフトバンクとしてはね、有利に働いたわけですよね。資金調達コストがちょっと下がったねってね。で、今回1月のやつっていうのがね、まさにこれの借り換え用ですよ。で、あれ、上限 2.75 って言ってるじゃん。これ 2.5% よりもたくさん出す準備があるぞって言ってるわけですね。前回のやつっていうのはさ、2.5 を上限としてるからねってね、いうことでしょう。2.5 以上出さんぞ、得する覚悟だよっていうことを言ってたんだけど、今回は、ね、違うよ。上限 2.75 だからさ、2.5 を超えてくる可能性があるんだよね。だから 2.6 ぐらいかなと私思ってるんですけどね。で、これね、実はね、去年の11月ぐらいに募集があるのかなと想定してたんですよ。で、この借り換えの3ヶ月ぐらい前ね。でもね、翌年、だから今年の1月にずれましたね。孫さんがさ、この借金に頼らないような投資会社になるんだって言ってたけど、
アームの売却のさ、なかなか難しいところの暗証に乗り上げちゃったりなんかして金がなかったようなことになって、こう今に至るのかなと思いますよ。で、これでさ、例えばこの資金がドーンと入って、自社株買いの期待とかがちょっと出てきてるのかね。ちょっとね、株上がってますもんね。あ、ごめんなさい、脇道にそれちゃった。先に行きます。ほいで、これ、こいつが、なくなり、こいつに借り換えられたんですよ。これね、第3回、の、普通の劣後債ですからね、これになりましたってことですね。で、この4回と3回っていうのをちょっと中身見てみましょうか。で、普通の劣後債、個人向けっていうのは結局いくつ残るのっていうことをね、これからね、検証していきましょう。はい、中身見てみると、4500億円は個人で、500億円が機関投資家ですからね。4回っていうのは、これはもう我々には関係ないやつですね。で、結論です。2022年3月時点で発行残高の推測をしてみます。一般向け、普通劣後債って何が残るのかって話なんですが、もうこれもないですよ。ね。償還しちゃってますからね。で、こちらももうないですよ。今回、こいつの借り換えのために募集があるわけですからね。で、第5回劣後債、5500億円借り換えで、これが残ると。そして、この第4回、これはもうね、機関投資家向けだったんで関係ないですよね。そして、これだ。これが借り換えられて、新しく生まれたものですよ、っていうことですね。で、結論としてはですよ、普通の越後債、個人向けっていうのはもう日本しかないわけですね。で、次の借り換えは約7年後ってことなので、これは希少だよね、人気が出るよねってことが伺い知れるかなと思います。はい。参考までにね、クルノビル劣後債の方も見てみましょうか。これもね、借り換えが想定されております。これがね、ちょっと金額少額だしね、ちょっとよくわかんないんですけどね。はい。これね、資本認定50%、社債と株の中間だよというような、ちょっと難しい感じね。疑似資本って呼ばれてるやつでして、これ、ね、5年で払い戻されるような感じになる、配当優先株に近い性格なんですよ。あ、先ほどご紹介した動画見てくださいね。すっごい詳しく解説してございます。ご興味のある方ね。だから半分自社株買いするようなものをずっとね、持ってるの、常駐してるの。で、これ全体の本数数えると41本あるんです。で、ほら、総額でね、623949700万円でしょ？だから6.2兆ぐらいあるわけですよ。で、これね、この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 、これと、これと、これ足すと0.59兆円。だから、だいたいね、0.6兆ぐらいあるわけですね。10%がこのへんてこ、疑似資本、繰延社債なんですよ。そして、普通の劣後債が1.2兆円あるわけですね。で、それ以外が普通の社債っていう、そういう構成です。なんだかね、特殊だよね。で、いつも1割ぐらいこういうへんてこ資本がいるんだよっていう状況で、もうこれがクッションになってくれるのかな、劣後債の。いや、そんな甘くはないか。で、普通の劣後債を高金利で買えるチャンスではありますね。借り換え7年後だもんね。だから当分は出ないんだけれども、でもね、倒産相当で投げ売りがあったんですよ、これ。すごい心理的にこれ答えたな、私も。でね、いろんな方がハラハラしドキドキしたんですよ。で、相談に乗るような形で動画もいっぱい作ったんで、手放しにはおすすめできません。で、例えばよ、もう3年後にしっかり売るとかさ、ね、期限を切るって、もうスパッと売るとか、きっとね、プレミアムがつくと思うんですよ。でね、良い時期に例えば売るぞとかさ、いうこの決めをして、その、この、長く持たないつもりでね、
って、こういうことが、まあ、できる人だったらもう持ってもいいと思うんだけど、果たして私できるかな、難しいなとちょっと思ってますよ。ハラハラドキドキの心配を早めに切る作戦で買うんだったらね、行くよって思ってます。あ、聞いてくださってありがとうございました。それでは失礼いたします。ごきげんよう。